い、本日はですね、こちらノースフェイスのデナリジャケットを、4年間使用したので、そちらの、どうやったかというところのお話をしていきたいなと思います。まあ、どうやったかというか、まあ、使用レビューみたいな感じにはなってるんですけど、まあ、僕はこれ購入したのが2017年の、秋冬に購入してるモデルになってるので、ちょっと今はもうないんですけど、まあ、形とかはほぼほぼ同じになってるので、まあ、4年間使ってみてどうでしたかとかっていう話をしていきたいなというふうには思うんですけども、これがですね、まあ、なんで同じこと2回言ってんって感じなんですけど、まあ、これが、1989年から発売されていて、ほとんどもうパッと見の見た目の形変わってないんですよね。そんだけ前からあるってことで、もう僕ちょうど同い年なんですけど、31年前からずっとあって、なおかつ見た目ほぼ変えずに少しずつアップデートしてるっていう、もうまあめちゃくちゃ定番やし、めちゃくちゃ人気あるし、まあそれこそ古着屋さんとかではまあ見かけたことのある、この左腕のところにノースフェイスって入ってあって、この前のところにノースフェイスって入ってあって、この後ろのところにもノースフェイスって入ってあるんですけど、まあ見たことあるような感じのフリースになってると思うので、まあ、この辺の紹介をしていきたいなとかいうふうには思うんですけども、まず順番としてはですね、まあ、実際使ってみて良かったところっていうのをまず順番にお話していって、次にまあ注意点、これちょっとでも微妙に注意点あるんですよねみたいな話をして、次にデメリットとは言いつつ、このフリースいいんですけど、やっぱりこの辺とかはまあちょっとデメリットかなと思いますみたいな、僕個人的な感覚なんですけどって話して、でその次のおすすめの人、こういう人にはやっぱり4年間僕使ってみて思うんですけど、おすすめやと思いますみたいな話をしていきたいなというふうに思います。でですね、まあこの4年間使ってっていうことなんですけど、まあ4年間持っててもあんまり使わへんかったりとかしたら、まあ綺麗な状態って保てると思うんですけど、まあ、僕の動画見ていただいてる方やったら結構わかると思いますし、まあそれこそもう一個遡っていくと、僕が教員時代とかやったら結構これヘビーできてるんですよね。だからほぼ2日に1回、3日に1回ぐらいは洗ってきてを繰り返してるんですけども、まあそれでも結構まだ丈夫な感じにはなってるので、まあ使ってよかったところをまず先言っていきたいなと思います。でまず1つ目の使ってみて分かったところっていうのはですね、保温力になってるんですけど、よくこういうフリースって、まあ、フリースといえばユニクロっていうイメージ湧くと思うんですけど、ユニクロとかもまあフリース結構あったりするんですけど、こうパッて触るじゃないですか、全然違うんですよね。でこれはちょっと暖かく、まあもちろんユニクロのもいいやつはいいやつだと思うんですけど、もう比べちゃうと全くの別物になってるので、そのユニクロのフリースをイメージされてる方からしたらもう全然違う、やっぱりアウトドアのメーカーのフリースやなと思えるぐらいの暖かさというか生地感になってるので、正直これキアンでもこれパッてここの生地とユニクロの生地こうやって触り比べるだけで、あもう全くちゃうっていう風になると思うので、保温力に関してはもう間違いない、だからまあ31年も販売してるんやと思うんですけど、まあ、そういったジャケットになってて、これに関しては日本モデルとかじゃなくてアメリカでも販売、本国アメリカでも販売されてるし、日本でも販売されてるっていう、まあ、超定番のアイテムなんで、それだけ機能性もしっかり保温力があるということになってて、まあ、もうちょっと細かいところ言っていくとですね、やっぱりフリースって洗ったりしたら結構なんていうんですかね、まあ、それこそ使っていく中で擦れたりとかして毛玉できたりとか、なんかちょっと色変わったりするじゃないですか。そういうのを防ぐために、この今迷彩の柄の部分ありますよね、こことか、あとは肘の部分、これってまあ今ハテナ色とか展開されてて、迷彩はちょっと今ないんですけど、あのまあ黒とかグレーとかがあったり、あと赤とか黄色とか、ハテナ色も去年もあったんですけど、まあ、そういう時ってここが黒になってくるんですね。この今迷彩で見てもらってる部分が黒になって、この黒の部分っていうのがカラーになってくるので、グレーやったりとか、あとはイエローとかレッドになってくるんですけど、この迷彩の部分っていうのがナイロンの素材を使われてるんですよ。でナイロンの素材使われてるのって言って、ああまあなんか知らんけど使われてんやろみたいな、デザインでしょみたいな感じでパッて見えるかもしれないんですけど、これ実はあのリュックとか背負った時に、まあ、ここが擦れたりとかしても、フリースってやっぱこう擦れたりとかすると、あの毛玉になってくるじゃないですか。で毛玉なりやすいっていうのがあるんですけど、このデナリはここにナイロンを当てることによって毛玉ならないんですよね。だからそういうところまで考えられてるし、なおかつこういう肘のところにも毛玉がつかないようにこうナイロンっていうのを当てられてるので、まあ、要は補強っていう意味もあるし、毛玉対策っていうのもあると思うんですけど、こういったナイロンの部分がちゃんとこの肘の部分とか、あとこの肩の部分ですよねに、つけられてるというような感じになってますので、まあ、こういった T シャツの上にパッて羽織ってアウターとしても全然着れますし、さらにこのフリースの上にジャケットを着ちゃうっていうような着方もできて、それでもなおかつ擦れたりとかしないので、まあ、そういう部分ではこう長く着れるというか、まあ、僕も実際これ4年着ててパッて見てもらってめちゃくちゃボロいなっていう感じはないと思うんですよね。あ全然まだ着れるやんっていう感じだと思うんですけど、これがもし仮にそういうファストファッション系のフリースとかやと、多分毎年買っていかんと、まあ、毛が抜けてきたりとか、あとはまあちょっとこう毛玉ができたりとかするんかなというふうに思うので、まあ、そういうところが、まあ、これはあの使ってみて分かったかなというふうに思いますということになってて、で次がですね、これ取り扱いがめちゃくちゃ楽なんですよね。これ何が取り扱い楽かっていうと、まあ、あの元々の素材がポリエステルとナイロンっていう、まあ、どこにでもある素材というか、まあ、普段皆さんが使用されているような素材なんで、まあ、洗濯なんか
か自宅でできるし、クリーニング出す必要ないし、まあガンガン洗濯機で回せるしっていう、全然気にすることはないんですけど、まあただ僕個人的にはちょっと気になるので、あのしっかりネットには入れてる状態で、このまま掘り込んでもいいんですけど、このまま掘り込むとやっぱ毛玉にちょっとなりやすかったりするんですけど、ネットに入れるだけで全然毛玉の出来方違うので、まあ僕は個人的にネットには入れてるんですけど、まあネットに入れて洗濯普通に回して普通に干すだけでいいので、まあそういう部分で取り扱いがめちゃくちゃ楽やのに、なおかつさっきも言ったけどへたれない、もうとにかく丈夫っていうことになってて、まあ冬場とか特に機能性が必要なシーン多いと思うんですよ。寒かったりとかするし、雪降ったりとかするから、こうまあ寒いのって機能性いるじゃないですか。でも取り扱いめんどくさいのっていうのって結構多いと思うんですよね。それこそまあレザーとかも、まあ、洗濯機では無理じゃないですか。でまあダウンとかもちょっとコツがいったりするから結構難しかったりすると思うんですけど、まあこういうフリースとかやったら全然気にせんと、もう普通の服 T シャツとかと一緒のような感じでバーンって洗っちゃって、バーンって干しちゃって、バーンって着ちゃってみたいな感じができるので、まあこの辺なんかはめちゃくちゃその取り扱いは楽なんちゃうかなというふうには思いますね。で次がですね、何っていうと、まあさっきも言ったんですけど、これまあ実際着ていくとですね、インナーでも着れるしアウターでも着れるっていうことで、例えば今時期の秋口とかになってきたりとかして、まあちょっと肌寒いなぐらいの時とかやったら、こういう感じで僕が今着てるようなあの T シャツにこういったフリースをパッて羽織ってあげるだけで、まあ全然こんな感じでも着れるし、あとなおかつこっから上にさらにこうジャケットとかマウンテンパーカーとかもパンって入れたりもできるので、まあ、僕はそんな感じで着てるんですよね。こうアウターでも着るし、アウターっていうかまあこんな感じでも着るし、あとはまあインナーでも着るしみたいな感じで、まあ、冬になってきたらまあメインではこれ着ないんですけど、冬になってきたらこれ着てさらにジャケットを着ていくみたいな、マウンテンパーカーを着ていくみたいな着方をするので、まあ、そういった着方ができるということになってて、で次がですね、まあ、これ僕はあんまどっちでもいいんですけど、結構これ出なり買う方でここ注目してる方は多いと思うんですけど、この出なりってもうノースフェイス特有のフリースじゃないですか。でノースのフリースといえばもう真っ先に多分これが出てくると思うんですね。他にもいろんなフリースあるんですけど、多分一番皆さんがイメージするのってこの出なりジャケットだと思うので、この肩のとこにノースフェイスって履いてあって、この胸のとこにノースフェイスって履いてあって、この後ろの肩のとこにもノースフェイスって履いてあるんですけど、まあ、こういういかにもノースフェイス感があるっていうのをまあ使ってて、まあ感じたというか、そんなもん感じないんですけど、まあ見ててそういうふうには思いますよね。でただ次注意点いきたいんですけど、注意点何かっていうとですね、これ買ったのが2017年って言ってたじゃないですか。で次の2018年からちょっと生地が変更してるんですよね。だから生地が変更した噂によると、どうやら毛が抜けるとか、ちょっと毛玉できやすいとかっていう噂は聞いてるので、まあ、その辺に関してはちょっと実は毎年変わってるんですよ。2017年の生地も変わったし、逆に2018年になっても生地変わってるし、2019年になっても生地変わってたりとかするので、ちょっとまだ今のところはわからないんですけど、まあ、今年のモデルに関してはちょっと一回買ってみようかどうかはちょっと検討はしてるんですけど、まあ、もしかしたら最近のモデルはちょっとくたりやすかったりとか、ちょっと劣化しやすかったりするのかもしれないので、その辺はちょっと注意点かなと思うんですけど、まあ、生地がやっぱ違うので、その分劣化具合も絶対変わってくると思うので、まあ、そういうところが違うかなっていうところになってるのが注意点ですね。で次デメリットというところに行きたいんですけど、デメリットが何かというとですね、まあ、これはパッて見てもらってわかるんですけど、こういう感じで普通に何て言うんですかね、こうラフ着というか、例えばこの辺こういう感じで散歩するもそうやし、例えばバーベキューアウトドア行くとかもそうやし、あそういったアウトドア系のスタイルにはめちゃくちゃハマるんですけど、なんか僕私服では着づらいんですよね。なのでこうスーツカジュアルってあるじゃないですか。でもう一個向こうにアウトドアっていうのがあるとすると、もうこのカジュアルとアウトドアの間ぐらいにあるっていうイメージは僕してるんですよ。だからもうスーツとかフォーマル系には全くハマらへんし、私服でもどっちかって言ったら結構なんていうんですかね、カジュアル寄りというかアウトドア寄りの服してる時やったら合うと思うんですけど、僕は個人的には私服で合わせづらいんで、あんま私服では着ないんですけど、まあその辺が皆さんが普段してはる系統の服装によっては、もうがっつりアウトドア系の服すんねんとか、もうなんか登山系の服が好きやねんみたいな感じの方やったらもう全然いいと思うんですけど、普段結構ちょっときれいめスラックスとか履くねんってなってくると、ちょっとこのデナリがなんか相性どうなんかなとかって思ったりするので、まあその辺はコーディネート、まあ皆さんが考えられてすると思うんですけど、ちょっと注意点かなというふうには思いまして、デメリットかなと、注意点じゃないですね、デメリットかなというふうに思います。でもう一つのデメリットとしては、さっき言ったみたいに、その新モデルになってどんどん素材が変わってきて、まあ、ちょっと劣化しやすかったりとか、どうなんっていう評判が多かったりするので、まあ、その辺に関してはまあデメリットかなとは思うんですが、まあ、僕も実際試しないので何とも言えないんですが、これに関してのデメリットではないんですが、デナリ全体に関してのデメリットとしては、まあ、生地が変更しているので、まあ、ちょっと毎年変化しているという感じになってます。で次がですね、おすすめの人っていうことなんですけど、まあ、おすすめの人は何かっていうと、まあ、さっき言ったみたいにスポーツやるとか、まあ、それこそもう、まあ、アウトドアするとかもそうなんですけど、登山釣りとか、まあ、なんかそういうちょっとアウトドアっぽい感じする時なんかやったらめちゃくちゃ使えるんですよね。でさらにもっと言うなら、そういうのを好きな方ってアウトドア系のシェル
シェルって要はあの防風のシャカシャカみたいなジャケットあるじゃないですか。そういうのを持ってはる方なんかはなおさら多分これおすすめできると思うので、シェルとこうやって組み合わせることで秋口だけじゃなくてもっと寒くなってきた冬場とか風がキューって冷たくなるんですけど、しっかりシェルで防いであげて、中にはこういう暖かいフリースを入れてあげることで保温もできるっていう、着る時期が結構長く着れるんですよね。まあ、なのでそれアウトドア系の人はそうですし、まあ、僕に関してはあんまアウトドアっていうかキャンプとかしないんで、そういう使い方っていうよりはどっちかというと部屋着なんですよね。だから部屋とかで着ることの方が多いので、まあ、あんま参考にはならないかもしれないんですけど、まあ、もしかしたらそれこそ仕事場が私服とかおしゃれしていっていい仕事場とかやったら、もうこういうデナリジャケットとか着とけば、もう機能面に関してはもう間違いないので暖かく快適に過ごせるとは思うんですけど、まあ、ただやっぱ仕事やったらスーツ着やなあかんとかもあると思うので、まあそれは人によって違うと思うんですけど、まあ、僕はこう仕事着として着てるという感じにはなってますので、まあそういう人はおすすめかなというふうに思います。まあ、なので特に僕が4年間使っててめちゃくちゃこれデメリットやなって思うのっていうのは、やっぱり合わせづらいっていうのがデメリットになってるので、まあ本当にこういうのを着る時って基本的にはパンツとかはそのアウトドアのパンツを履く、ノースフェイスのパンツとかを履いて、そのトレッキング用っぽいやつあるんですよ。道路ライトとかアルパインライトとかがあるんで、そういうのを履いた時はこういうの着るんですけど、まあ、スラックスとか履いた時はこういうのはもう着ないので、まあ、その辺はちょっと4年間着てみた感じのデメリットはそこなんですけど、あとそれ以外は特にないんかなというふうに思いますので、まあ、最後はサイズ感に行きたいんですけど、まあ、サイズ感がですね、僕が178センチの65キロでこれ M なんですよね。で M サイズで T シャツの上に着るんやったらこれでいいんですよ。ただ中にロンティー着ますとか、ちょっともうちょっとごつめのなんかパーカー着ますとかっていう風になってくると、これじゃだいぶちっちゃいんですよね。まあ、なのでこんな感じですね。だから T シャツ着てる分にやったら全然これでいいっていう感じで、本当にジャストサイズですよねっていう感じにはなってるので、まあまあいいんですけど、まあこれでパーカーはちょっと中には着られへんやろなっていうことになってるので、まあ、僕みたいな体型の方やったら、まあ、L サイズにしとけば中に着ることもできるし、これ1枚で着ることもできるし、パーカー着ることもできるし、どんな着方でもできるんやろなという風には思いますね。でこれ一応さっき言うの忘れてたんですけど、このポケットの内側も同じフリースの素材なんですよ。だからフリースの素材ってモコモコしてるじゃないですか。このモコモコしてる素材がこの中にもモコモコしてるので固定入れたら気持ちいいんですよね。あ、ふわふわしてるなーっていう感じになってるので、まあ、この辺なんかもいいですし、あとはこれドローコードですねとかもあるので、これギュッて引っ張ってあげればここがギュッて縛って、この中から風が入ってこないような設計にもなってたりするので、まあ、この辺なんかはアウトドアらしい作りになってるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということになってるので、まあ、今現段階撮影する段階でこの2020年のデナリジャケットが何色が出るってまだ出てないんですよ。だからちょっと何色が出るかは分からないんですけど、もしかしたらこれ今見ていただいている時にはもう何色が出てるっていう感じにはなってるかもしれないんですけど、まあ、多分ですね形とかは変わってないかなというふうに思うので、はい、まあそんな感じになってるっていうのがデナリジャケットを4年間使ってみてという感じになってます。はい、ちなみに僕は同い年ですということになってますので、本日はですねデナリジャケットを4年間使ってみてという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Problems. I thought we could fix them.